金曜日のドラゴンズ行ってみましょう。今日雨だったんでね、練習野手がなくて投手の調整ぐらいという感じでしたね。ただ明日はね、横浜戦が一応練習試合として組まれてます。横浜の出場選手見てたらね、横浜これ結構ガチだぞと一軍級が来るぞっていうところでね、今回戦うメンバーは楽しいんじゃないですかね。一軍で通用するかどうかのね、そういうジャッジされそうなね、相手が出てくる気配です。また誰が打つか、誰が活躍するかの予想大会もね、やらせていただきたいと思いますので、ご覧ください。はい、まずはちょっとね、日程もう一回見てみましょうか。こちらですね、今日ね、本当は二軍戦のね、横浜戦があったんですけれども、ここが雨で中止となってしまいました。残念ね。今日1軍の練習も結構なくなってましたね。野手休みになってましたし、で明日ですね、明日は1軍ですね、横浜と練習試合があるチャタンです。そちらの情報はというとこちらです。はい、こちら2月17日、もう2月も終わりそうだ。チャタンで横浜と対決ね。セリーグが誇る打撃型チーム同士の打ち合いになるんでしょうかね。打撃型チーム同士の戦いですからね、打ち合いになるんでしょうね楽しみです。で1時から北谷球場ホームです。やりました、ドラゴンズホーム強いんでね北谷でも関係あんのかな。北谷球場で13時からというところです。で天気気になるところですね。一応ですけれども、降水確率 40%、1日中 40% みたいな、そんな感じになってますね。曇り時々雨という予想なんでね、どうでしょう。具合によってもう分かんないですね。その日にならないと分かんない沖縄なんですけれども、晴れを願いましょう。晴れてくれと思います。でメンバーですね、ドラゴンズ今のところちょっとよく分かんないんですけど、先発だけは分かります。高橋、縦振り、ヒロト、投球フォーム、皆さんもご気づきでしょうか。なんかね、去年ちょっとね、横から投げてたんですけれどもね、まあフェニックスあたりから縦にね、腕を振るようになってます。それが多分ね、一番ストレートが切れるようになった原動力になってるんじゃないかなという気がするんですけどね。まあ縦になると、元々の持ち味だったスライダーとかカットボールが大丈夫なのかな。なんか前回もね、なんかそのあたり調子悪かったって言ってたんで、トレードオフになってる可能性もありますね。ね、前はストレートとスライダー、ね、カットボールあたりがポイントだったんですけど、そういう投手だったんですけど、今はもしかしたらこの縦振りの腕の振り方だったらね、カーブ、フォーク、このあたりかな。スライダーとかが、ね、死んでないことを願うところですけれどもね、まあ、あのストレートは魅力なんでね、そこら辺のバランスも見てみたいですね、今回。はい、予定だと3イニングぐらい投げるんじゃないかっていう話ですけどね、まあ、内容にもよるんでしょうけれども、ね、楽しみです。そのあたりも見ていきたいと思います。でこちらですね、来週から、まあ来週っていうか、来週、実際再来週か、再来週ですね、再来週からウェスタンリーグがもう始まっちゃうんでね、もう2軍のメンバーを先に決めないといけないような感じでしょうね。まあそこからもう一回上がってくるもあるかもしれないですけど、まあなさそうな感じもしますし、ね、2軍のメンバー決めないといけないと思うんで、ちょっと今が最後のね、攻防戦かもしれないです。崩れたらもう2軍にゴーっていう形にならざるを得ないかもしれないですね。あとちょっと気になってるのは、今1軍のメンバー非常に多いんですけれどもね、登板を後回しにされてるメンバーも怪しいのかなという感じですね。ルーキーの石森くんなんかも非常に見たいところなんですけど、今まで投げてないですからね、そのあたりやっぱり何かしらこうね、思惑があるんでしょうけれども、もしかしたらそのまんまウエスタンかなっていう可能性も感じてきたかなという感じはしますね。焦って調整するのはやめてほしいなとは思うんですけどね、そのあたりどうなのかな。特に報道も今のところないですからね、ちょっとそのあたり時期とも合わせて考えると、まあそんな感じかもしれないなと思ったところです。特にね、リリーフ、今言ったようにリリーフと外野手、こちらの一軍争いがもう強烈、熾烈です。熾烈、候補が多分ね、当落線上に今定員の2倍3倍ぐらいいるんでね、難しいところだと思うんですけれども、本当にもうそろそろ絞らないと間に合わなくなるので、ね、ちょっと脱落ゲームが始まるかな。こういう試合で崩れちゃったピッチャーとかね、打席でいいところなかったバッターとかね、まあ、だんだんとこう出場機会がなくなってしまうのはもうしょうがないかなという感じなタイミングかと思います。で
ちょっとサムネにもしましたけど、相手投手調べてみたらこんな感じだったんですね。まあこちらもね、現状のニュースなんでどこまで実現されるかわかんないんですけれどもね、大貫さん、三上さん、ビープルズ、砂田さんらが登板するというところで、結構本気じゃんっていうところ、まあまだ調整途中っていうところはあるんでしょうけれども、バリバリの一軍メンバーだらけですからね。ここが打てるか打てないか、もうね、赤子の手をひねるようにやられるか、そこが見たいですね。やられたらどうしよう。今まで喜んでたのは何だったんだってなっちゃうかもしれないですけど、まあここら辺とどの道ね、戦うわけですからね、もう打ち崩していってほしいところですね。誰かしら頑張れっていう感じですね。で、私ですけれども、まあ土曜日なんて試合があって、試合後ライブできる状況であればね、今年初の試合後ライブというのもあるかもしれないというところ、ちょっと試合の状況とか、ちょっと私のね、あのスケジュールにもよるところではあるんですけれども、できるようだったらまた告知しますのでね、ちょっとそこら辺も、まあライブできなくてもね、必ず振り返り動画は作りますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと一回 CM に行きます。チャンネル登録よろしくね。はい、それでは試合に対してのね、まあ今やってるこちらですね、予想大会、まあこれもやっときましょう。まあライブやることを考えればね、これの誰が当たったかとかもやりたいですからね、これもやっときましょうと。今回もあのルールもちょっとまた説明軽くしますけれども、次の試合で誰が一番打つか、まあ打つかっていうか、バッティングで活躍するかって形ですね、それを予想してください。当たった人はライブとかね、その後の試合の動画で花火で祝福します。結構難しい状況が続いてますからね。前回が溝脇くんで、その前が三好くんなかなかね、当てるのは難しいところでしたけれども、今回はどうでしょう、誰になるんでしょうね、わかんないですけどね、穴狙いが若干の穴狙いが多くなるのかな。で、一応ポイント軽く言うとですね、塁打数と盗塁とフォアボールで犠打、犠飛ですね、こちらに1点ずつ上げるというところと、前回からプラスした厳しいカウントでの進塁打ですね。初球進塁打とかはもう進塁打なのかすらよくわかんないですし、あと、まあ進塁打っぽくない内野ゴロとかはね、ちょっと除外させていただきますけども、まあ私が勝手なね、ジャッジマンになっちゃうんで、違うだろうっていう可能性はあるんですけど、前回の溝脇くんなんか完璧にね、被せて引っ張って打ってたんで、ノーアウト1、2塁の場面でね、ああいうのはもう進塁打と。ジャッジさせていただきますので、まあ誰かしらやってくるでしょうね。まあ、特にそういう役目が強くある人、そこら辺もポイントかなと思います。ぜひ今回の動画のコメント欄、まあこの動画もアップしたその後でね、すぐに書いてもらって構いませんので、まあ誰が実際出るかもわかんないですけれどもね、石川くん、鵜飼くんあたりは必ず出るんでしょうけどもね、まあ誰が出るかもちょっと予想大会になっちゃいますけれども、コメントをぜひよろしくお願いします。ちょっと当てるの難しいかもしれないですけど、そろそろ本命が来るかな本命が誰なんだろうな、本命が誰だかもちょっとね、人によって違うかもしれないですけれども、非常にね、打線に関してはもう今年楽しみ、この10年ぐらいで一番楽しいですからね、これが続いてくれと。横浜いいピッチャー来ますけどね、もう打ちまくってくれと。横浜のピッチャー打ちまくったらもうお祭りですよね、多分ね。そんな感じがいたします。非常に楽しみです。はい、それではね、金曜日の状況をちょっともう一回だけ軽く振り返ってみますね。まあ練習ほぼなかったんで、やべえやつとか選んでないんですけど、一応情報だけこちらです。はい、今日目立ってた選手、まあ主にピッチャーとかね、2軍の選手なんですけれども、私の主観で、完全に私の主観で選びました。で、はじめ、宮くんですね。味谷くんじゃない、宮くんです。挨拶がすごく丁寧。絶対いいやつ。ね、木のたくさん系統かなみたいな。まあ、キャッチャーなんでね、投手タイプではないだろうな。谷繁さんとか城島さんみたいな感じではないでしょうね。ドラゴンズはこのタイプの方がでも成功するかなっていう感じはするんですよね。今まで中村武さんとかもそうですしね。木のたくさんがそもそもそうですし。まあ、宮くんが面白いことをヒロインタビューで言うタイプだかどうかは分かんないし、普段ゴミ拾いするタイプかどうかも分かんないですけどね、いいやつなのは間違いない感じはしますね。非常にもう挨拶が丁寧で、みんなにするんでね、
うん、まあ高校生でまだ緊張しているところもあるのかもしれないですけれどもね、宮くんいいやつ、体つきもいいやつ、ね、活躍してほしいところかと思います。で、福島くん今日いろいろ投げてるのが長かったんですよ。放送されてたのが素晴らしく注目されてる状況だったんですけどね、なんか今日に聞こえてきた声がなんか聞こえてきたんですよ。よく聞いてたらね、ちゃんと声が聞き取れる状況で、で握りをいろいろ試してる感じですかね。まあまだこの次のね、加藤翼くんとか福島くんは、まあ調整というよりは多分まだね、いろいろ固めてるような、いろいろ探ってる状況だと思うんですけれどもね、今日はなんか握りをいろいろ試してるような、そういう声が聞こえてきましたね。もうちょっと深く握ったり、浅く握ったりとかで投げてみろみたいな感じでね、指導されてたんで、まあいろいろ試してね、自分が投げやすいものとかを探してるのか、まあ、もしくは数字が出やすいやつですかね。今ね、ラプソードとかですか、そこら辺でね、数値測ってるみたいなんで、そういうのでいろいろ試してるのかもしれないです。何が自分に合ってるかっていうのをね、見つけるというところが、まあ多分そこが一番大事ですからね。合ってないことをひたすらやっても多分ね、身になんないですからね。まあいい時代になったものです。本当に自分に合ってるのがね、ケーキで測定すればわかりますからね。うん、それを活かせるコーチがどんどん生まれてきてほしいところですけどね、今のところいい感じで進んでるのかなと思います。頑張ってほしいですね。で、加藤翼くんはね、なんかよくわかんない、素人からすると面白練習してるような感じでしたね。飛び箱というか踏み台昇降というかね、そういう上でね、バランスをとってるような、なんだろう、これ落ちないようにしてたんで、バランスとってんのかな、フォームを固めつつ、あとボールの代わりにジョウロを持って投げてましたね。これも何なんだろうという、ね、ジョウロの水がこぼれないような感じで、ね、そういう感じで気にして投げてましたけどね、バケツじゃなくてジョウロでしたね。このジョウロにもなんかポイントあるんでしょうね、実はネオくんのハンマーと一緒でね。ちょっと野球部の人はこれがもしかしたらおなじみな練習方法なのかもしれないですしね、この飛び箱もそうですけど、もし知ってる方がいらっしゃったら教えていただけると、コメントいただけると非常に勉強になります。ちょっとね、検索 Google で検索してもね、この練習方法を探せなかったんでね、うん、分かったかったんですね。 何をやってんのかなっていうのはちょっと非常に気になるところでした。まあ加藤くんもね、ちょっと球がばらつく癖はあるので、そういったところかなという感じはいたしますけどね。で、次、清水くんですね。ね、今日の2軍戦、実は登板予定だったらしいですね。そういう情報が出てました。で、雨でね、流れちゃったんでね。まあ、清水くんもだから、投げたいですよね。先発なのか、リリーフなのかもまだよくわからないですけれどもね。先発なのであれば、やっぱり高橋くんとか、岡野くんとかね、笠原くんとか、ちょっと一歩、ね、リード許してるかなっていう状況ですよね。やっぱりみんな起用されてますからね。うん、どうなんだろう。そう考えると、リリーフ、今リリーフ気味なのかなという感じはちょっとしますね。うん、このあと次いつ投げるんだか分かんないんですけど、非常にやっぱり注目してる選手なのでね、うん、役割も早く決まってあげた方がいいような気もしますしね、頑張ってほしいところです。で、石垣くんが今日、なんだろう、なんかね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、動画に出てましたね。そこでね、タリーズでコーヒー飲んでる、ね、かっこいい動画出てましたけど、その中でインタビューに答えていましたね。よく見る動画は、ひろゆきさんだそうです。ひろゆきさんか。確かに面白いですね。非常に気になるところですけど、ひろゆきさんの動画が野球とは関係ないような気がしますからね。リラックスする時のためのものかな。うん、ちょっと面白いですね。石垣くんがひろゆきさんの動画を見てるのかというところですね。今後ひろゆきさんの動画見るとき、石垣くんもこれ見てるかなとか、そういう感じで見れるようになりますね。非常に楽しい動画だったかと思います。まだ見てらっしゃらない方はぜひね、見ていただけたら石垣さんのファンになっちゃうんじゃないでしょうか。そんな感じはいたします。で、山本拓くんですね。もう連日ちょっと取り上げてますけどね、今シュートがね、こう身につきそうというところで、今日はね、Jスポ解説が川崎さんだったんで、ちょうどですね、シュートを教わったらしいですからね、川崎さんと。下半身の使い方をなんか川崎さんから聞いたって言ってましたね。川崎さん使えるよみたいな、川崎さんいいピッチングしてるよみたいなことを山本くんに言ってましたしね、うん、いい感じなんじゃないでしょうか。で、ま、山本くんもですね、右打者にシュートがなんか投げやすいって言ってますね。左打者はちょっとまだね、不安定って言ってましたけれども、なんか鼻開く直前みたいな、
そんな感じがすごくしますね。うん、山本くん超注目なんじゃないでしょうか。あんまり言うとちょっと本人のプレッシャーになっちゃうかもしれないですけど、なんか今年ね、大ブレイクする時ってこういう感じじゃないかっていうね、気が非常にしますね。本当に祖父江さんとか又吉さんがね、急に良くなったあの 2,3 年前に非常に似てるね、スライダーカットボールだけではなくシュートがねコントロールできるようになって一気に飛躍した2人がいたじゃないですか。まあ来るんじゃないかな、シュートさえものになればね来るんじゃないかなという気配が非常にします。ストレートとねあのカットボールスライダーあたりはねもともといい球なので、セットアッパーにすらなるかもしれないですね。はい、で最後アリエルですね。アリエル今日インタビュー答えてましたけど、なんとやりましたおめでとうございますという感じなんでしょうか。キューバで家と車を買ったらしいですね。嫁さんとね結婚してさらに子供も生まれてさらに家と車買ったという、もう盆と正月が一緒に来るっていう、日本だとそういう表現してたやつですね。もうすごいですね。ここまで来たらもうパパやるしかないという状況ですね。まさにそれでね、今季活躍するのは自分と、あと石川隆也って言ってましたね。石川くんも好きなんじゃないですかね。うん、面白いかと思います。なんかねキューバだとやっぱりね、アリエルの年齢で家がもらえるとかっていうのはまあまずないらしいんですよね。だからそれでできたっていうことは非常に嬉しいと言ってますね。日本に来て本当に良かったと思ってるでしょうね。あとはね、高給取りになること、一緒にいつもいるねライマルがもっととんでもない高給取りになっててね、まあアリエルとかジャリエルとかね、内心むちゃくちゃ燃えてると思うんですよね今季ねすんごい燃えてると思うんですよね。なのでまあアリエルの場合多少空回りする時があるんでね、そこだけは気をつけてほしいところではあるんですけれども、相当やると思うし、もうやれること全部やるぐらいな感じじゃないですかね。今年本当にキャッチャーの練習一回もしてるの見たことないですし、ずっと外野も練習してますしね。まあ今のところはね、あの若手石川くんとか鵜飼くんとか非常に活躍してくれてますけど、まあやっぱり未知数というか、1軍のね1000球相手に打てるのかっていうのはまた別の話になってくると思うんで、アリエルはそこら辺に実績すでにありますからね、非常にこうアリエルが頑張らないとどうにもなんないぞっていうパターンもねそのパターンも考えられるので、アリエルはとにかくねレフトの定位置取ってくれればドラゴンズ安泰かなという感じはしますからね。なんとか2軒目の家と 2台目の車が今年のオフに買えるように頑張ってほしいと思いますね。あと石川貴也くん頑張ってくれと思います。はい、まとめます。今日はねほとんど練習もなかったんで特に取り上げることもないんですけど、こちらですね、明日の横浜戦、結構横浜がガチな投手、ピープルズとか大貫さんとかそこら辺が投げてくるんで、まあかなり今のね活躍してる選手たち、鵜飼くんとか石川くんとか三好くんとか、そのあたりがその選手たちにその投手たちから打てるか非常に楽しみ。まあその前に雨がどうかっていうところはあるんですけれどもね、まあなんとなくやれそうなんじゃないかっていうふうに J スポのアナウンサーの方は言ってましたからね、まあそこら辺は分かんないですけど、張ってほしいなとは思いますけれどもね。1軍級の投手が続々と出てきそうなのでね、まあここで抑えられると、ああ短い夢だったかってなんかねお通夜になっちゃうかもしれないですけどね、うん、頑張ってほしい。まあ逆に言うと明日がターニングポイント、うん、明日行けたらもうこのままね優勝まで行けんじゃないですかっていうね、早いそんな気もするんでね、頑張ってほしいところです。なのでね、明日本当に活躍してくれそうな人ね、この動画のコメント欄に書き込んでいただければ、まあ試合後の動画で当たった方には花火でお祝いしたいと思いますので、またぜひよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではチャンネル登録よろしくお願いします。